さんですかよ、だから俺に絡もうって。すいません、どういうやつなのこれ。あ、いいから思った。絡もうなんです。これが絡もうです。そうそうそう。あの、木を置きをした絡もの。ああ、そう、それで、ね、あの、ただそれだって普通のボルトとか他のも絡ものもあるんですけど、あの、これ、あの、ちょっと、あの、あ、ボルトはね、はい、これがボルトをこう締めますよね、軸方向に。それを軸と直角方向で締められる石段が、まあ、これがパテント。ああ、そうですね。そうすると、こういうことで、これ、ああ、まあ、締めるとね。あ、これでもって、これがミソ。そういうことによって、木の中に、これが表面につけずに、どうですか、中にこうやって入れられちゃう。面白い。そうすると、どういうことが起きるかって言ったら、はい、今の高層の建物を ね、国で作ろうとしてる。6度の高層ね、今住んでますよ ね。そうすると、体格のことがなくて、そうすると体格っていうと、火に対応したいがためのは、この燃え城を取ればいいよ。燃えてもいいよってところ部分取れば、残った残りで立ってるよっていう証明すれば、高層ビルが立っちゃう木のままで。あ、木のままでね。そうすると、金物がその火でさらさないところに置いときなさいっていう条件があるわけ。ああ、そう。ちょっと今までの金物は表面ですから、表面に燃えないものの話なんです。ところが、ああいう高層ビルで、日本の木のね、巣のままで立つよっていうのが密度なんですよ。だけど、それがこれになってるだけです。ああ、そうか。俺に金棒と同時に、うちに金棒ですね、これ。え、うちに金棒、中に金棒。そうそう、うちに金棒。これはすごいですよ。そして、はい、また面白いことが起きたのは、ああ、こういう接着剤をこう、あの、接着剤で、中にこれがこう埋め込んでるんです。それで、ここにこれが、これがですね、ワッシャーが、ここにこんな少し接してるだけで、木がこうバリッていったりしない。こんな鉄だから。今までの建物は、鉄と木で直接やった。これは、鉄と鉄で接触させる。そういうことで、どういうことが起きたかって言ったら、あのグラフはね、このボルトのグラフなんですよ。あと木がですね、鉄と同じ強度を示しちゃった。そうすると、どういうことが起きるかって言ったら、木っていうのは自然材なんで、ばらつきあるんですよ。山のてっぺんに生えてる木、麓、裏、木の性質が全然違うんです。そうすると、あの強度がね、高いんがあったり、低いんがあったり、ちょっとばらついちゃうわけ。ちょっと一番安定率かけて一番低いところで火が見ようってされちゃうわけ。ちょっとこれはどういうことかしたら、鉄と同じになっちゃうわけ、火が。これがね、パテント。そういう、栃木県の株式会社U ですか、これは。なんか、あれの一本棒に何だか入っちゃった。え、なんだよ、間違った。U だけど上に、ね、そうそう、一本棒が入ってると建築工具に入ってた。